だってここのツーペアを見たこと初めてでしょ。というか人視聴者知らんのちゃう。私はカスガリさん結構揉めたぶっちゃけ。やっぱ営業と管理でやってると、うん、お互い思うところはあるから。コメント欄見るんだったら今日言ったんだけど、なんかめちゃくちゃ悪口書いてあるからさ、プッて車出した時に俺ってそんなにひどいのかなとかさ、社長が社長じゃなくなってきちゃうんですね。基本会社の中の間さ結構悪い人多いからね。そう、間で正反対だから、そこはあるじゃん、マジで。ザ営業、ザ営業じゃん。営業マンとしても一緒だけど、そのリーダーとしてはもうダメだよね、この人たち。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、じゃあちょっと立ってください。あの、何しにする？同級生、ヘビロシの女。私の食べようも全然違う。いや、私違います。早生まれなんで。早生まれじゃない、俺より早いってこと。あ、違う、3月。私3月、同じ年だけど3月。相沢さんのね、あの、ちょっと俺の指はもうさっそく置くわと思ってください。これは、ちょっと練習しましょうか。スルースルー、ちょっと練習。だってここのツーペアを見たこと初めてでしょ。あ、かもしれないですね。その本社っていうか人視聴者知らんのちゃう。私が稼がれてた結構見てる人は、うん、どうしたの。え、急に急に全然悪くないもんね。でも撮影しようよ、ここどうでしょう。急にだからやめてやめてやっとる。俺も視聴者さんが何人かね、あのファンがいて、うん、でここでやってるってなって、結構、うん、あ、ここで見て、あの動画でもう何人ぐらい行ってる。5、6、7、8、9、10、もう半年ぐらいかな。しまなかしまなか、え、しまなかしまなかしまなか、それ使えない、すいません。動画でしまうって言って、問題が取ったぞ。あれださ、本当に見てないって、お客さんの方見てるって問題が取ったぞ。あれださ、本当に全然見てない。今日何が上がった。え、今日何が、あの、あれ、その、ついて言えるわけないじゃないですか。今日動画上がってないし、今日動画上がってないし。いや、俺さ、今さ、カメラマンいないじゃん。で、俺、ほとんどコメント欄あんま見てなかったんだけど、コメント欄見るようになったの。今日言ったんだけど、なんかもうめちゃくちゃ悪口書いてあるからさ、気にならんだけど、俺。だけど、このふって車出した時に、俺ってそんなにひどいのかなみたいなさ、なんかこうだからこうだとか書いてあるけど、やっぱよぎるんだよね。洗脳、洗脳に、コメントに洗脳されてる。やっぱりそうなの。私は、でも消してくれてたりするじゃないですか、そのやっぱひどいやつとか。じゃあ私たちは見えないから。ああ、そうかそうか。そうです。そこまでの影響はない。そうそう、コメントは一回承認制だから、ね、もう悪口とか消しとるもん。お客さんも見に来るから、ね、なんかそのことにこうした方がいいのよとか、朝知識の。なんか嫌やつおるじゃん。そういうのってお客さんが迷うじゃん、うん、見た時に。で、社長がこうだからって、なんかだから全員やめてくんだみたいなこと、もうめちゃくちゃ書いてあるわけよ。とにかくなんかもう3個に1個ぐらいそういうこと書いてあるすごい。その社長がバーってもし悩んだらお客さん迷うじゃん。まあそうだけど、社員からしたら誰もブレとる人いないと思ってんだけど、最近決まったらみんな本当はブレてるのかななんか、おいな、おい、やめてけーっていつも言ってるけど、まあ、みんなね、まあ、でも、フル顔がみんな残っとるわけじゃん。確かに。こういう人が残ってくれるわけじゃん。で、いい顔で、あ、お久しぶりですって言ってくれるわけじゃん。だから、ブレてないと思ったんだけど、何枚もコメントあるから、あれ、みんな俺にはなんか、愛想で言ってるのかなって、本当俺はちょっと、嫌われてるみたいな感じで、本当なってくるのよ。そうすると、パワーが出ないの。ちょっと電話して、赤羽くん、ちょっとそれちゃうんちゃうかなって、書類とか見て。でも、でもまたこんなこと言ったら、ひどいやつと思われちゃうから嫌だなと思ったら、可愛くても電話できるんじゃん。まあ、でも、もともと社長、結構、なんていうか、神経質っていうか。悪口だろ。悪口やばいんだよ。これ気ぃ使う。あ、やっぱ気ぃ使ってるわ、俺。それも先生みたいな顔した。うわ、気ぃ使われてる俺、もしかして。こういう戦争に、社長は社長じゃなくなってきちゃうんですね、これで。でも、もともと神経質だと思いますよ。気使いだなって思ってそれはあります。正解ないじゃん、全てがね。何でもそうじゃん、まあ、YouTube の撮影行くのってもそうじゃん。あ、今日夜と何か誘ってもな、でも何か飯行こうだってみんな本当は行きたくねえのかなとかさね、いろいろ考え。なるほどなるほど。そうじゃあね、あの蛇の女にさ、うまかな、うまいさ、うまい
言うのかなと思ってさ、あなんかね、もうみんなが言ったら、みんなが相沢さんあれじゃんみたいな、うん、扱いひどいよ、マナー扱いひどいよってわーって言っとったらさ、ふっとあ、かすみに頼むなと思ったけど、見積もり帳作っといて言ってたけど、まあもう何とね、しょうがないかな、今日はとかさ、ああいうのありますね、あるじゃん、長いや30分でそこで終わるんだな、そういうのはね、うん、10分20分で終わるんだなとか、なんかまあ人から言われると、うん、だから人がなんか離れていく時とかってやっぱブレ、そういうのはあります、なんとかです、前におったじゃん、わからないやつ、おったじゃん、わからないやつ、あんなやつやんねってありがとうございますって言うところのところはね、そうそう、で、まあ、中小企業、まあ、さっきも、まあ、求人がちょっと、まあ、2、3人来とって、それで、ね、いい人が来とって、まあ、だけど、うちの会社ってほんとウェルカムじゃん、まあね、一回来い、一回来いとりあえずって、まあ、2、3人挟んでみみたいな感じだから、それで、ね、やめてくって俺は適正だと思うけど、合わないだけだから、ね、そうですね、でこっちもそれ以上なのです、ね、深追いするわけじゃないじゃん、うんうん、まあ、それって俺言ってるけど、バカだとか、アホだとか、本当に合う合わないはありますからね、そうそうそう、自分に合う合わんが。まあでも実際じゃあちょっと本題に、まあそろそろ本題入りましょうか。ありがとう。今日はちょっとまあ久々だからさ、まあペコちゃん自体もそんな出てないんちゃう？全然多分出てないから最近。ねえ、マサもこの間出てからあんまり出てない。うまっ。かっこいいな。私あの自分のもの。はい、乾杯。はい、お疲れ様でーす。はい。お疲れ様です。どうなんですか？まあ実際に行った、なんで行ったの？行ったのも俺に関わってないでしょ？行った時。木村翔が分かったのか。はい。はい。はい。そうそう。あれいつもまあまあ書かれとるでね。浜田さんが上げましたね。ストレスです。ハゲちゃって。なんで？連携脱毛しました。あの後？あの喋ってから？いや、いろいろ。何？あの後なかったさ。ショート？でもなんで？どうぞ。うわ、すごい。本当だ。マジじゃん。こっち。え？そう。こっちはない。こっちはありますよ。あ、ある。いいですか？写していいですか？はい。見た。何個上げたのよ。え？何個上げた？急に。そんなないだろ。そんなないだろ。もう1やろ。もうそれ2やかけるだろ。10円上げが2個できた。わーって本当に。俺も何喋ったかな？あんま覚えてないからさ。でコメント欄ないんだけどさ。で結局、キチガイの社長とその部下だから、そういうやつしかいねえんだよみたいな、現場のことは何も分かってねえんだよみたいな、だからこうなっちまうんだよみたいなことで、そういうのやっぱ残ってんだよね、なんかポッと出るんだよね。でもそのコメント、そう載せてないですよ、その消したよ、消したんですよ、まあ、消してもないかもしれない。まあまあ、まあ話戻しましょうか。はい、で、何を、揉めた、ぶっちゃけ。最後、どういう。いじるねーって。最後、どういうふうでしたっけ。杉村さんがちょっとこう、揉めて。まあ、喧嘩してバチバチだったんだ。あ、それは、まあ、強いからな。それ動画上がってますもんね。井村さんと揉めましたみたいな話。そうなん。本当にもうやめたいって言ったのかな。やめたいまでは言ってなかったんですよね、うん、ただこのままおったらさっきも言ったけど、うん、嫌いになっちゃってやめなかんくなっちゃうかもしれんの、うんうん、全部クレームになったっていう一言でそのまとめられた時にペコちゃんもやっぱその仕事に対しての責任持ってやってるし、我々はいついかなる何時もいついかなる何時も言いづらいことや言いづらいことや言いやすいこと言いやすいことちょっとずつ頑張っていってきますちょっとずつ頑張っていってきますそれは上がって、まあ、そういうのがまあやっぱ営業と管理でやってると、うん、お互い思うところはあるから当たるところは絶対あるじゃないですか。そうですね。うん、それが悪いとかじゃいいとかじゃない、ね、あ、そう、どっちがいいどっちが悪いとかじゃなくて、うん、お互いに合わないところが多々あり、あ、 そうね、まあ、そのタイミングで春日井店が誰もいなくなったんですよね。ちょうどじゃあ動画になってちょうど入れ替わりぐらいでそれあいつがもうやめるからどうすんじゃみたいな。あ、じゃあでも〇〇が最後ですもんね。その前でほぼほぼ多分お前辞めさせたなって言ったから。じゃあ俺、そうそうって言うとおかしいだろ。タイミングしてねえもんが言うんだと。タイミングなしっすよ。いや、可愛いよ。で、別に、まあさ、別に俺はあいつを責めたわけじゃないよ。で、あいつを俺育てたいと思ってこんなこともできないのか、2年も3年経って、なんだって、もっとこういうにしなさい、あんにしなさいって、指示はしてた。すぐじゃん、俺がなんか2、3回なって。で、ちょっと俺もちょっと、これやったら電話しろとか、ちょっと指示出すようになったじゃん。一回飯屋も入っとくでしょ。俺すぐやめるって言ったじゃん。やめさせたって別に売り上げなんか下げやいいんだもんね。広告止めやいいんだからさ
広告。じゃあ変なやつがおるって結局お客さんいないなってことだね。何これみたいな現場行ったら、ちょっとお前何これみたいな、職人の言いなりやんお前って。俺もやらせろよって。ちょっと本当思うもん。でも分かる。俺も若い時にさ、前職人さんがさ、いやこんなもんですよって言ったら、あそうなのって、あ分かったって言って、いやこんなの治らんのとか俺が思うんだけど。ね、これ刺したからバッと入ってるとかさ、はいはいはい、こんなの綺麗に並ばんで、いやいや、この人って言われたら、あ、そうなんですか、ありがとうございますみたいな感じになるじゃん。今なんかそうなんやったら、もう、あ、そっかーって言って、もうすぐやって通知出して、わしはもういいよって、バーンって振り込んで、今日までの分だけ振り込んどこうって言って、いや、それはわかります。まあ、そうだもんね、いい人ばっかり残ってるし、なんかそこが甘いんだって、あなた。ちょっと、俺、結局、何の動画撮るんですか、で相田さんのこと責めんで、あ、チャリですよみたいな感じで、いやなんか相田さんのこと責めんで、で動画が何の内容ですか、何の内容ですかとか言ってさ、年齢はなんか3人で言ってさ、だけどもうめちゃくちゃ優秀じゃんお客さんには、まあ、提案力あるよね、なんで今日の話来るからお客さん見とるからこれ言ってずっとこっちだけ見ていいからこっちだけ本当俺1割の客の方だけ見てるからお前の提案力見たらそこはあるじゃん、マジでザ営業、ザ営業じゃん感じですよね。そうそう、だから職人の方は全く見てないんだけど、ね、だけど俺はいつも本当に言っとくよ、店長がいるんだけど、あいつさんもあれなんだからいいんだって、うんうんうん、だけどそのホスターがいないんで、いや素晴らしい映像が来ました。おお、ここは人気あるよねこちら人気ないよここは人気ないよ私がもう6年、7年目になるんで、多分入って6年、今7年目、いや、多分7年目です。入ったらもう20年でしょ。やってないです。が25とか25、6だった。ユーザーが覚えてる入ってきてさ、まだ韓国結婚してないの、みんなに忘年会して試合でやってさ、あ可愛いからお前横来い横来いとか言ってさ、ちょっと頭ダメ、もうちょっと惚れ写真までも撮ってる。じゃあネタだよ、これ。みんなのネタだよ。それ今すすごい。いやいや、俺はまあネタの何年前したら嘘だけど。あ、そうですね。でもなんか結構わーみたいな。だから絡んで、もうこれが立つから、こそこお前重いな。こっちはこっちこいとか言って、でみんなで職人でわーって。そうです。本当入ってすぐ忘年会だったんですよ。で、そう入った日、あの面接来た日に。うん、社長、そううちジムで撮ったんですよ。タコちゃんが面接に来た日に、うん、たま、その日はジムで募集してたんですけど、うん、その時は、うん、ジムがもういっぱいだったんですけど、たまたま別件だから社長と俺が電話で喋って、まあ当時は、ね、俺が求人とか言ったでしょうか。そうです、面接で来たんだよね。そうです。の時にもうジムいっぱいだと、だけど、うん、社長がなんか今日さ可愛い子来たんだけどさ、いっぱいなんてどうするその写真を見ずに、まあ、か社長が可愛いって言ったら撮っときゃいいんじゃないですかって言ったら彼女どんな会社いっぱいだけど、とりあえず可愛いよどうするって言われたけど、もう採用してもらったしなとか言ってどうするみたいな、撮っときゃいいんじゃないですか、そうかそうすかみたいな感じで入ったのがこの人です。正解だよね。その時に入った人多分もうみんないねえちゃう、多分はい、いない。そうだね、もういないところ2週ぐらい少々撮った、うん、撮った、その時に誰、その時には違う、そうです、そうです。あ、なるほど、あれってそんなに悪くなかったじゃん。いや、社長めちゃめちゃブチ切れてましたそうか、やばっ、なんか夜の時もなんかやってくれるイメージがあったけど、めちゃめちゃ、これ本当多分使えないレベル、本当に、うん、まあまあまあそうだよ、ね、まあでもそれはそうなるでしょって言って、もう潰れたんだよ今までの人、バイリーさんみたいな甘やかしとったらほんと潰れたんだよ、会社めっちゃ厳しいよね、優しすぎる、ビシバシだよ。いやもうじゃあ頭がおかしいんですよで最後までだからなんかさ、そのなんか分かるでしょあだからでも甘いって全然人なんか見てないじゃん、あんまり優しすぎる、そんなことない、優しいと思います。だからこれしか興味ないんじゃない、まあ、それが仕事なんだけど、営業マンとしては一緒だけど、そのリーダーとしてはもうダメだね、この人たちは。ねえ、あれです。
この話もそうか盛り上がるねやっぱりね違う話になっちゃうのと、ね、相沢さんがターゲットに変わってってちょっとかわいそうかわいそうまあまあねしっかりしてるね数字ともうお客さんの評判はもうまあピカチだよ、うんまあ、たまにくれたらしいけど何も問題は特にない今のところ今半年ぐらいで自分がいけるでいいじゃないこれどうしたらいいんですかいやこれもう偉いですよ金額偉いですよ話しやすいあそうだよね話しやすいのあります、うん、なんか聞きやすいとかそうそうでもそれが仕事じゃんシンプルにそうじゃんだから現場関係現場が興味ないから別にいい興味ないってことはないけど、まあ、知識量でいいからそれはそういう英語全然あるじゃんうちは、うん、そうですね半端ないただうちのその河合君とかもあいつらもう半端ないからもう、うん、もう塗装オタクじゃん確かにもうオタクじゃん本当に今でも塗装をやりたいっていうぐらいですからね河合さんなんてあれ色もすごいよねあれで会議もそうじゃんほとんど仕事の話っていう現場の話になるんだよ私は店長の上なのにもういいよその話っていうああそうなんだうんでこれがこうねでこうこうなんですよだからこうなんですよそうか1時間半しかねえんだよな先週の話なんだよな俺は聞きたいのはみたいな確かに変わりますね熱量が違いますね熱量は現場に対する思いがそうですね桁外れだよそういう人がいたり相沢さんみたいなその営業ザ営業っていう人がいたりでいろんな人がいていいとは思うんですけどそこに合う管理合わない管理はもちろんいると思うしこの人とやりやすいやりにくいっていうことは絶対あると思うけど私相沢さんが聞きやすいこのちっちゃいことでもこれって何ですかとかっていうのを聞きやすい人ではあるなんていうのまあよくわかんないでも全然やっぱ知識はすごいなってやっぱすごいなって思いますだから私あんまり関わってないから今までが、うん、相沢さんのすごさって、うん、あんま正直分かってない基本会社の中相沢さん結構悪い人いるからねそう相沢さんが悪口っていう悪口っていうかな、なんかでも相沢さんのザ営業っていうことだけは本社の時からずっと聞いてたあでもまあ風がいいねでもね、まあ、安定しようよねいろいろねそのこう来る前に、うん、もういろいろっていう像があったけども、うん、意外にまあその、うん、まあ頑張り屋だなとかさ頑張り屋だね頑張り屋っていうか多分プライドがめちゃくちゃ高いプライド高いだから言えないんだよねなんか多分なんかそういうとこは恥ずかしがるそれそ木で早々相沢さんに分析されましたなるほどそうこういう人でなんかこういう人だから実はなんかそう家何にも言えないタイプでしょうとかそう結構でそうってそれはねシャバーって喋る人って結局なんかそのこうかなんかこうバリアを作るためにすごいこうなんか神経質だな俺はどうよく喋るじゃんじゃ俺も神経質社長も神経質です意外にすごいただ気遣いです多分で、まあ、周りがどう思われてるかすっごい気にして生きてる感じはすごいしますこれってのは面白いのにでもなんか相沢さんに言われたことが確かに合っとるなって思えるぐらいだから人はすっごい見てるんだろうなって思うんですよねだからハマったんだねそうあのちゃんと見てるから私の性格を分かった上で、うん、物事頼むとか、うん、だからあここはやっとくよって言ってくれたりとかっていうのをめっちゃ見てたんだなって思ってこちらもじゃあ今気持ちいいんだ楽しいんだ楽しいですやりやすくなりましたすごい、だってまあまあね変なストレスがなくなったっていうか視聴者の人がさ勘違いするんでいらんでさ、まあ、言っとくとさ俺も職人上がりだし、うん、で旦那も職人上がりだし職人上がり職人じゃないだからうち営業なの職人の多いよね確かに河合さんもそうですもんねで井村翔もあもそうだその中であの現場が、まあ、興味ないじゃない営業としての仕事それが普通だよねどっちかというと職人の声の方が大きいのうちはで俺もそっち寄りになっちゃうから相沢さんが責められやすいんだけどはいはいはいザ営業っていうのが痛いってことですよねそうそうそう、うん、だって会議も会議じゃねえもんなんか職人の会話だもんねはいじゃあ飛行機飛んできたらいいところかはい腹もすぐやるなまたぜひ次回の方もよろしくお願いしますチャンネル登録もお願いします。あ、サテリファミリーチャンネルは？あ、お願いします。最近ちょっとライブ、ライブ近いでよろしい。そうです。ライブ、ライブをやっていこうと思ってライブをやってますので、ぜひ。なんで登録しんと通知が今から、ライブはもう生で見たいなら登録はしてください。してください。そうそう。登録してよマジで。そう、お金かからないんでポチッとしてください。そうそう。ただあれ。登録しとったら通知がバーンってくるもんね結構夜やったら、はい、週末の夜ぐらいに仕事帰りとかでもう面白いしでいろんな職人呼んでやったりするんでしょたまにそう足場班の誰かが来たりしてドライブもあるんで黒木なんとかみたいな感じじゃん黒あーえ
なんとかだよみたいな。クロネイですか。クロネイですか。そうそうそう。これとか言って。これ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 。名前あれまだやっとるでしょ。やってますよ。すごいよね。テスコの部屋ですよね。テスコの部屋。テスコ。テスコ。すごい長寿番組。うん。番組だね。あれはすごい。長寿番組か。うん。何もう笑うのかなみたいな。また始まっちゃったぞ。すげえ脱線するなと思って。この二人あかん。この終わるまでよ、終わってねえんだから終わった顔すんなよお前。はい、じゃあ皆さん、せーの、まるでこっちも使いづらいちょっとこのこっちの回転ワンツーだこれ。相澤さんもですよね。だって相澤さんと私が喋っとっても罵声してくじゃないですか。罵声してくってことは私がカメラ、いやカメラあるからエネルギー、いや俺でも芸能疲れるよ、やっぱどこ撮ると疲れるよね、終わった後に、うん、ってなりますね。もう頭使ったって感じになるよ。そうですよ、今慣れとるね、慣れとる。そりゃ本社で育ったんで。あ、確かに確かに、社長の社で育ったんで。もうパパッと撮ってるからすごいなと思って。何が何を、あ、現場で。あ、そういうことね。ネタに乗り合うと俺も何も考えずに何なのかこうね、そうポケーとしてました。疲れるでしょ、でも本当に。だからその何のために撮るかっていう、その動画なりの撮り方をしてるって、おお。本社で育てられたんで。おしっこ行った方がいいですよ。あ、まあまあまあ撮った。そうです、おまけですこれが。よし、じゃあ、よし。おまけ。じゃあねー。